に、こんなのどかな村に犯人がいるのかな。私が歩いても全然姿を現さないし、やっぱり気づかれてるのかな。イングリッド様から賜った任務なのだから、絶対に成功させたいのに。このままじゃ足が棒になっちゃう。足が太くなったら、あいつ嫌かな。なになに、仕事募集中？私が歩いても見つけられないなら、私以外の人をおとりにしたらいいんじゃ。というわけです、スピネル。仕事の内容はちゃんと覚えたかしら。大丈夫だ、ラピス。それより、この服を着ることは本当に必要なことなのか？前にも思ったけど、この服ではちょっと動きづらくないか？知ら、すごくよく似合っていますよ、スピネル。任務に似合うも似合わないも関係ないと思うけど。ダメダメ、相手は赤い服を着た女魔族を襲う変質者ですよ。もし私が犯人なら、可愛くて綺麗な服を着ている女の子の方を優先して襲います。そうか？私は無力で非力な女の方を襲うと思うけど。それも含めてですよ。
ピネルは見た目がすごく強そうに見えるから、可愛い服を着て本当に強いって本質を隠さないと。そんなものか。どこか変なところがあるか？あ、いえいえ、大丈夫です。とてもかわいいですよ、スピネル。かわいいというのはあまり私の趣味じゃないんだが、まあこれも仕事だ、しょうがない。あ、ダメです、スピネル。武器がないと変質者を退治できないぞ。スピネルはおとりなのですから武装してはいけません。通信機も持たない方がいいかもしれませんね。だが、そうするとどうやって変質者の存在をお前たちに伝えるんだ？調べた限りですと、これまで襲われた女性たちは全員が周囲へ連絡することができずに攻撃されています。可能性の話ですが、もしかしたら通信を妨害しているのかもしれません。まあ、依頼主の想定外の事態が起こる可能性もありますので、今回はこちら、ちょっとアナログな連絡方法にしましょう。おもちゃじゃないか。火薬の量を増やしてますから、紐を引いたら正面の相手を気絶させる程度の音は出せますよ。おう。予備があるなら一発くらい使ってもいいよね。そう、試した。本番の前にちゃんと使えるか試しておくのは当然の準備だ。ラピスのやつめ、ちょっと
としたジョークなのに。いきなり使った私が悪いのは認めるけどさ、あそこまで怒らなくていいじゃないか。まずは依頼を完遂しよう。そうすればラピスの怒りも少しは収まるはずだ。しても周りに赤い服を着た女は本当にいないのだな。赤い服を着た女魔族が襲われると聞いたが、よほど恐ろしいのだろうな。これは早く問題を解決してやらねば。おいお嬢ちゃん、そんな服を着てると危ないぞ。心配してくれてありがとう。最近は物騒だからな、赤い服だけでも脱いだ方がいいぞ。大丈夫だ、問題ない。人が多いところから外れないようにな。なるほど、確かにそうだな。襲うのに人通りが多い場所は使わない。うむ、確かにその通りだ。今まで一般人を相手にしていたからだろうが、なんて下手な怨霊だ。巻くのは無理か。ならしょうがない。
女性しか襲わない変質者なんか実力で黙らせてやる。射撃武器か、刃物か、鈍器か、暗器かもしれないな。やっぱり気づかれていたか。そうやって油断させるつもりだろう。いでで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 、この女の敵が。まあ私にかかればこれくらい簡単な任務だな。さて追ってきたのは、ん、なんだ貴様は、風魔小太郎ではないか。何をしているんだ貴様、こんなところで。探していた教本がまさか手に入るなんて、今日はなんて幸運なんだ。魔界の気候本が見つかるなんて、しかもまさかこんなに安く売られているだなんて。時子に気づかれないようにしないと。別にいかがわしい本じゃないが、今月の小遣いだけじゃ足らずに彩花から少し借りてしまったからな。気づかれたらどんな小言を言われるか。ん、あの後ろ姿って、あんなに周囲を警戒してるし、何か面倒事か。裏に、うん、どうするかな。もし面倒ごとに巻き込まれてるなら、俺一人で対応できるだろうか。しょうがない、せめて様子見だけでも。
もしかして尾行がバレてた？やはり気づかれていたか。この女の敵が！おい、起きろ！一体何が？ここは？リーナ？それにそっちはスピネルとラピス？って腕を縛られてる？なんで？おい、これはどういうことだ？どういうことだはこっちのセリフだ。私たちは女性魔族だけを襲うという変質者を追っていたというのに、まさかお前が引っかかるなんてな。変質者？ああ、この村では最近女性魔族が襲われる事件が起きているんだ。私がおとりをしていたのだが、まさか風魔小太郎、お前が犯人だったとは。違う、そんなの知らないぞ俺。犯人はみんなそう言うんだ。違うって言ってるだろ。だいたい俺がこの村に来たのは今日が初めてなんだ。そもそもなぜスピネルの後を追ったのですか？いや、スピネルが隙だらけで歩いてたから気になって。もし何か問題ごとに巻き込まれているなら心配するのが普通だろ。とにかく助けになれるかと思って後をつけてたんだよ。お前、心配とか助けとかそういうことを平然と言わな。あんなバレバレの尾行、魔族の子供だって気づくからな。そっちは俺だって気づいてなかっただろう。下手くそな口笛はやめ。スピネルの口笛が下手くそですって圧がすごいな。おい、スピネル、リーナ、
まあとにかく犯人と思わしい人物を捕らえたのだから、一応イングリッド様に報告しておかないと。はあ、バカやめろ。こんなことを報告するな。俺が真犯人のわけないだろ。でも進展があったら報告するようにって念を押されてるし。進展の意味を辞書で引け。まあ逐一報告を受けようとするあたり、リーナに任務を任せるのは不安なんだろうな。ああ、イングリッド様ですか。リーナです。あ、はい。はい。それで、私だと引っかからないから、地元の傭兵をおとりに使っておびき寄せようとしたらですね。はい。それが、風魔小太郎が引っかかりまして。はい。特務中隊の風魔小太郎で会ってます。あ、携帯端末の向こうからすっごいため息が聞こえた気がする。イングリッドはまともだったようだ。はい。ええ。あ、風魔に現場の指揮を。はい。私ってば頭を使うのが苦手で、すごく助かります。はいはい、勉強させてもらいます。あ、大丈夫です。風魔って戦闘能力は貧弱ですし、危険はありません。無害ですよ、あの男。ん？そうですね。事件に巻き込まれやすい体質だから、きっとそれのせいだと私も思います。ん？はい。私も犯人じゃないと思ってます。なんだかんだで、風魔ってまともですし、まあ周りに女性が多いので、スピネルに手を出そうとしたのもその延長かと。おいー、何の話をしてるんだそっちは。スピネルに手を出そうとした。待て待て待て、首筋になんか冷たいものが当たってるぞ、ラピスさん。まさか他の女性たちと同じようにスピネルにも手を出そうとしたのですか。ん？違う！っていうか他の誰にも手を出してねえ。おい、リーナ、リーナー、仕事を手伝わせようとしてる人間がピンチだぞ、リーナー。起きたの？お前ほんと、もう少し周りに気を配れよ、マジで。ん？まあ風魔のことはいいや。よくねえっての。楽になった。んで、情報は？まさか何も集めてないってわけでもないだろう。はい、これ。一応聞き込みとかして集めたんだけど。部外者に見せていいんですか？どうも事件を解決しないと解放してもらえないみたいだからな。だったらさっさと問題を片付けるさ。一応容疑者候補ですよね。大丈夫。この人間の男はひ弱で貧弱で軟弱だけど、
頭の良さと味方を裏切らない胆力と真面目さだけは信用できるわ。バカにしてんのか？褒めてるのに。なるほど、こんな事件が起きていたのか。本当に知らずに来たのか？ああ、欲しい本がここの本屋に売られているって情報があったからな。本って本はいいぞ。文句は言わないし、静かだし、裏切らない。それに知識の宝庫だ。私は本を読むと眠くなるぞ。あはん、睡眠薬の代わりにでも使ってくれ。ずいぶんと信頼しているんですね、人間の男なのに。まあ、風魔小太郎との付き合いはある程度あって、人柄も知っているし。それにイングリッド様は、風魔小太郎は非力な弱者を闇討ちするようなことはしないって言ってたし。イングリッド様の意見もあるけど、私もそう思ってるから。そうですか。私とスピネルの間にこれほどの信頼があるだろうか。少し焼ける。ラプス。なんでしょうか、スピネル。私たちも負けてないぞ。私はいつどこでしくじるかわからないほど、まっすぐにしか進めないからな。私の判断を無条件に信頼するより、少しは疑いを持つくらいがちょうどいい。物事を疑って見てくれるラピスが私たちには必要だ。私にはラピスが必要で、誰よりも強く大きく信頼している。だからきっと我らだってイングリッドとリーナたちにも負けてない。いつか最高の仲間になれるはずだ。なんだなんだ、一体何事だ。そう、なんか私とイングリッド様の関係がどうとか。ふん、ま、微笑ましい光景だな。うん、変に警戒されるより元気な方が100倍は接しやすい。ラピスの視線がすごく怖かったからな。
スピネルに手を出すなんてするはずがないのに。さあ、それでは女魔族ばかりを狙う卑劣感を捕まえる策を考えよう。リーナでは釣れないそうだから、肉体労働は私がやる。はいはい、じゃあ気張って働いてもらうとするか。ラピス、考えた策があるから意見をくれ。俺たちは頭脳労働に勤しむとしよう。はい、スピネルが絶対の勝利を得るために頑張りましょう。俺だけただ働きだったんだが。あれ、私って何もしてないんじゃ。まさか私がタイマ人と手を組むこととなるとはな。これも傭兵の宿命か。